8月は平和協調月間ということで、戦争や平和をテーマにしたイベントや行事が各地で催されていますが、小三鷹市でも様々な事業に取り組んでいますよね。はい、今年が終戦から79年ということで、来年80年ですけどね、はい、次々と何て言いますかね、戦争を体験された方が亡くなっていく中で、やっぱり記憶とか記録っていうのはもうとても大切になってきていると思います。そういう意味で、三鷹市としてもそれを後世といいますか未来につなげていくための、仕組みやいろんなイベントを、これからも充実させていきたいと思っています。そうですね。市役所の3階には戦争関連の資料が常設展示されているコーナーもありますよね。そうですね、そんなに大きなスペースじゃありませんけれども、はい、さらにそこを拡充して広げていくっていう、そういう考え方で、今年取り組んでいます。そしてまた駅前の、市政窓口の入り口のところに、若干そういうコーナーを作ってですね、はい、市民の方に見ていただこうと、そういうことも計画しています。貴重な資料を間近で直接見ることができるコーナーですが、三鷹市ではこれらの資料をホームページ上でも公開していますよね。三鷹デジタル平和資料館といいまして、はい、それまで例えば戦争を体験した人のインタビューですね、そういうものを蓄積しておりますので、それを見ることができます、はい、それからいろんな寄贈していただいたそういう戦争関係の資料をですね、随時その中に入れて自由に市民の方が触れることができるようにしています。これをまずさらに充実させていって、三鷹だけの話じゃなくてですね、東京大空襲が起きた時とか、あるいはシベリア抑留から帰ってきた方の、思い出だとか、そういうことも触れることができるようになっています。そして終戦の日である8月15日は毎年三鷹平和の集いが開催されますよね。そうですね、三鷹では戦争で犠牲になった方のご冥福を祈る、そういう、意味とはですね、同時に平和を願うということで、はい、そういう式典イベントを毎年行っています。公会堂光のホールで実施しておりますので、はい、ご自由に来ていただいて献花できますので、ぜひ参加していただきたいなというふうに思っています。それから平和のアニメということでですね、はい、子どもたちもご覧になれるようなそういうアニメを用意しています。黒柳徹子さんの、お母さんで長さんということでいらしてですね、はいはい、その方の事前のアニメちょっちゃんの物語だそうですが、それで命の尊さを、あるいは平和の大切さをですね、感動的に描いた作品でありますので、ご一緒にぜひご覧いただきたいなというふうに思っています。はい、はい、そうですね、みんなが一緒に平和について考えるいいきっかけになる日になるといいですね。そうですね、はい、市役所の1階の方でも、先の体制に関するいろんなパネルを展示しておりますので、市役所にお寄りになった際にはぜひ、見ていただければというふうに思っています。それから今年はですね、三鷹の、市民の方で大岩光栄さんという方がいらしてですね、でその方が三鷹市の原爆被害者の会の会長さんだったんですけれども、先だってお亡くなりになりましたけれども、はい、その方の、活動等もですね紹介するコーナーもありますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。はい、そうですね。